ういう感じ。ウクライナ。サップ。寒い。思ったより寒かった。遅いから来ないかな。寒い寒い。あっしゃ、まさちゃん来た。よっしゃ来た。寒い。まさちゃんいらっしゃい。いいねで応援してください。寒いわ。むっちゃ寒い。むっちゃ寒いけどもう始めるな。そう。まさちゃん、ここ。あら、なんかユーザーさんフォローありがとう。ちょ、顔暗いけどごめんなさい。ちょっと今日、今年初めての、サブミザワ。あー、寒い。そう。寒いの大丈夫かな。それです、ほんま。いらっしゃいませ、バナナちゃんいらっしゃいませ。こんばんは。めっちゃ漏れてる、ここの電気。ありが、めっちゃ漏れてる。いらっしゃいませ。マスちゃんありがとう。今日はあの新年早々ちょっとスペシャルゲストというか、私がスペシャルゲストなんですけど、配信、おい、それな、あのサブ、どうしたらいい。あのお友達のお家に来ましたので紹介します。じゃじゃーん、ロックです。ありがとう。やばい、まさちゃんロックさんとこに来たよ。寒い。こんな寒かった外。寒いな。寒いわ。これ漏れるよ、ほら、めっちゃ漏れる。このライトいいな。このライトいいわ。え、もうこんばんは。こんばんは。ちょ、誰もコメントせんっていう。そう、誰もコメントせんっていう。いらっしゃいませ。何が起こってる。寒い。止まってるんかな。いや、ラグくないよ。ラグくない。そう、いいわ、行こう行こう。テラちゃんや、見て、テラちゃん、こちら、明けましておめでとう。スペシャルコラボ。そう、これちょっとあのロックさんのところに突撃しました。竹島ちゃん見て、スターに会いに来ました。こんばんは。ゆうちゃんもともと綺麗やんだって。とんでもない。人間ちゃん、イエーイ、ありがとう。ロックさん、こんばんは。1000円、1000円、1000円。1000円いっぱい来たわ。そう。サブ。ということで、オープンザウィンドウする？サブ。こっち？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 あ、ちょっと待って。あ、切り替える。じゃじゃーん。じゃ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 ーん。今年もよろしく。鎌田さん、ありがとう。すごい、90人来た。はい、ある。じゃ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 。めぐみちゃん、こんばんは。すごい、これがみんなが、みんなで見てるいつものロックさんのガレージに来ました。寒っ、ほんまに寒いですね。さあ、これ見て、昨日配信してたところのガレージがまさにここです。やば、三沢。それでは私が昨日の続きで早速ですけれども。早速私が、あの、こちらのミッションの続きができないという相談を受けましたので、私がお肉の続きを、こちらの油まみれをやります。なんか感動です。ありがとう、めぐみちゃん。はるなちゃん、ラグイ。あ、ごめん。ラグイかもね。エビカズさん、こんばんは。ちょっとショックなことが、ケンブロック選手が。ケンブロック選手、何それ。ショック。どういうこと。スノーボービル運転中で事故なくなりました。ラリーの選手は、あ、そうなんや。渋。ノリさん、二足わかった。ほんまやな。二足この辺やな。これを盗みに、これを盗んで帰りますので、ありがとう、欲しかったんです。テラちゃん、もう新年早々お年玉じゃないけど、お年ミッションもらいました。ピルクル来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 た。ロックさんだよ。そう、いや、みんな、起きるわ。ちょっと待ってよ。これどうしたらいいんだろうな。インえっ、ー、と、
切り替えてミラーリングしたらいいんか。こうで、あ、こうか、こうか、こうだよね。多分。こうだね。あー、これどこでいつも固定してるんですか。あ、いつもあれか。それか。これする？うん。え、どういう、だ、映った？映ってない？なんもないよ。なんもない。誰もな？誰もな。すごくない？ミラロックさんのガレージに来ました。こんなないやな。やばい。やばいざわ。そう。あ、そういうことか。それでいつもしてるんですか？これライブ？うん。うん、うわあ、すご。ちょっとロックさんのライブの裏側をお伝えします。こうか。こんな感じでセッティングをしてくれてます。見せんな。見せんな。さんと付き合ってるんですか？あ、ごめんなさい。本当やな。そう、工具もだって本当やな。私も見たかったんよ、工具。この赤い工具チラチラ映しとったのね。あの絵な、キチョキちゃんとかな、うん。いやいや、すごいわ。めっちゃ綺麗にしてる。最近ライブ来れなかった。人間ちゃんありがとう。ロックさんと付き合ってるんですか？やばいな。それやばいな。それやばいな。そう。それ、サングラスちゃんフォローありがとう。オッケー。早速やけど、ほな、私が、ちょっと整備配信を得意の、得意の整備配信を、こちらで、よいしょ。こうかな。ちゃうな。もっとこうだね。これぐらいだね。はい。では、あの、ミッションもこちらにありますけれども、私の力で、あの、私の力ちょっとやる？私の力ちょっとやる？こちらを私が、こちらがセブンのミッションでございまして。え、タッキー、これできる？これできる。こちらスペシャルゲストで、あの、私はできるけど、私よりできる人を紹介します。ロックさん、そうなん、ピルクルのロックさん。ロックさん嬉しいな。そう、どうぞ。あの、こちら、これでいけんの？で、どういうこと？何をする？いけるかな。何をする？これを脱ぎたいね。こう？いいん、こんなことしとって。いいでしょ。え、何で脱ぐの？のりちゃん映らへんやん、そこ。全然、私ここで見ときます。こういう感じ、ね、ない？長いな。え、どういう感じ？え、どういうこと？もうこの棒を抜くってことですか？この棒を抜く。こいつを抜きます。あー、わかった。この丸を抜くってこと？丸を抜きます。あ、わかりました。のりちゃん、もうちょっと映るとこっていいや。え、どういうこと？前、え、どういうこと？カメラこっち。寒っ。引きますか？長いんだ。そう、私がここに座ると何にも映らない。いいよ。二足持ち帰り配信。二足持ち帰り配信。そうなん、ちょっとあの、お年玉じゃなくてお年ミッションを開いましたので、こちらの、そう、ベアリングプラだねって言ってる。そうなんや、ね、そう。え、これ引っこ抜くんですか？もう始まるんですか？これは引っこ抜いて全部取っていくってことですか？ソケット、ソケットじゃあかんか、ここ。なんか、あ、そうなんだ。木でも何でもいいですけど。今日も20プリウス乗り、前期型なく、怪しい外人じゃないです。え、タフィングさん、ありがとう。ミッションのガラガラ原因分かりましたか？簡単にしたら、簡単にしたらいいんだよ。え、なにこれ、ちょっと待って。え、これが、なんかアキちゃんがいるって言った機械ですか？うん、抜くのにいるやつっていう機械がこれですか？そうです。S あ、SST じゃないね、これは。なんか薄い鉄板でも。え、すごいな。ここがミッションのガラガラの原因はね。あ、こっちが違う。これはガラガラしてないミッションです。あ、これもガラガラしてんね。あ、これもガラガラしてる。ガラガラしてね。ガラガラの原因わかったんですか？お、今ガラガラしてんね。ああ、社長いらっしゃい。そう、ロックさんのガレージにお邪魔してます。いつも見てます。ユサさん、ありがとう。そう、すごい。なんかこんなことになると思わんかったな。これがマジで始まると思わんかったな。社長こんばんは。すごいな、これロックさんの枠で戦闘は来んかったな。いやって思うけど、私の枠だとと場違いすぎて、だってどう考えても整備がハイレベルすぎるよね。すごい、どういうこと？
のみちゃん、植えました、えんちゃん。たつさん、真ん中持っとったかいいや、もうどっち向けに回すかわからないです。これ、この丸だけ回すけど。な、はい。え、どういうこと？お願いします。え、どういうこと？ちょっと回してください。ちょっと回してください。逆ですね。こっちに回す。こっちで。ちょっと持ちながら、軸持ちながら。え、どっちに回すの？こっち回す？回る方に、テンション変わる方に。回りませんよ。回りますよ。回りますよ。回ってますよ。回ってますよ。締めてください。締めてください。え、締め、締め。それラチェットになってるから。はい。はい。軸が出へんな。いいの？ダメ？もうちょっと回してください。回していってみてください。硬い。あ、怖い。怖い。怖い。硬い。ちょっと軸ぶれてますね。なかなか。私信用されてないわ。あ、ずれてもた。動いた？動いてますね。こいつがまっすぐに。あ、来たんか。うん、ちょ急にやったからな、この配信のな。へぇー。他のことする本当に痛いやね。お疲れライス。直樹ちゃんありがとう。どっちも来た。いつもおすすめ拝見してます。将軍さんありがとう。そう。ちょっと。ロックさんのお家に突撃しました。いきなり来た。そう、ギアボックス。ギアボックス。そう、ギアボックス。ミッション。あ、これギア、え、ミッションでしょ。ミッションってギアボックス。あ、そうなんや。だってさ、初見です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。そう、やっぱりな。モンスターロックです。モンスターロックです。今年もよろしく。やっとツーショットが出た。でもさ、今年もよろしく。好きな車はアレックスセブンです。アレックスセブンです。ヌイさんなら手で抜けるんじゃない？抜けるかこれ。任せろ。任せろ。なんかあれやろ、エクステの。これか。センターが出なかねな。そうですね。すごいわ。急に打ってもな。いやな。よいしょ。なんか喋っといて。へー、これがちょっと工具の2,3もパクって帰ろうかなっていう、このこの隙に、この2人が見てない隙に、あのこれが噂のあれでしょ、これがあのなんとかってやつでしょ、みんなが買ってるこれね。へー、あれがせめて外側に。旦那さん、いえ、ロックさんです。そのセブンは何ローター入ってます？あ、10ローターぐらい入ってますね。 RX7 俺も大好き。本当、私も大好きですよ。ロックさんライブ初めて。永井さん、ロックさんもフォローしてください、ぜひ。あ、ロックさんもフォローしてくださいが、どうやったらできるんやろう。今むずいな。うん、モンスターロックで検索すると出てきます、このセブンのアカウントが。みんなフォローしてくださいね。そう、コンプレッサーがいいんじゃないって言ってるよ。コンプレッサーがいいんじゃない。これでもわかるな。でかすぎる。でかすぎるって言われた。あ、今ないわ。あっちの方で紹介します。ロックさんフォローしてるよ、だって。ありがとう。そう、将来 RX7 買いたい。ぜひぜひ一緒に走りましょう。一緒に走りましょうって思ってます。ドリフトもぜひぜひ、あの一緒に走りましょう。てかこんな寒いとこでいつも配信してるんやなと思いました。リアデフ直った？リアデフ直った？リアデフ直った？米一言からいけるよ。あ、そっか。でもちょっと忙しそうですから。次のセブンの次に好きな車は何ですか？セブンの次に好きな車はなんだろうな。セブンの次に好きな車は、でも何でも好きですけどね。軽トラかな。今シルビア S14 当時買うのはバカですか？そんなん言ったら今 RX7FD 乗ってるのはバカですかになるわ。全然です。ぜひぜひ一緒に走りましょう。乗りたい車に乗れるうちに。そうです、おじいちゃんになった時にはもう乗れないですよ。佐藤さん、将来フェアレディ Z 乗りたいです。夢です。セブンではないけど走りましょう。ぜひぜひ一緒に走りましょう。そう、センターが出ないのかな。そうそうそう、クーラーかからないですね。階段の横にロックさんのアイコンあるからいけるよ。あ、マジで？よし、買おう。ドリフトしよう。やったそれで、すごい。
見学ずっと、ずっと硬いんかな。ずっと硬いっぽいですね。何がこのベアリングが上まで。さあ、のびちゃんもう一回回すんだ。もうだいぶ疲れましたけど。もうね、もう私今日はその整備するつもりのあれじゃないです。もう1年分の整備は先末やりました。シルビアちゃんいらっしゃい。フォローしました。ありがとう。フォロー嬉しい。お、いいね。僕の S15 のリアデフオイル新車から変えてなかったから中で腐っとった。ヤバミザワ。いいヤバミザワ。私デフオイル去年の夏変えたんですよ。そう、西しーちゃん今年もよろしくお願いします。キリちゃんフォローありがとう。どこに逃げてるの今力。すごい、こいつが回転してしまってるからこのネジが動いてないんだけど、いけるか、いけてるよ。え、これ抜けてんの。いや、もう抜けない、どこに逃げてんのこのテンション。これの手パーンならへん。怖いんですけど。怖はははは。怖い。動いてないですか。動いてる？動いてなさそう。あんまり手応えがない。硬い時はクーラーの頭ハンマーで叩くといいですよ。適当ちゃんや、明けましておめでとう。初見です。モンスターロックな人と会ってるんですね。そう、初見じゃないけど適当ちゃん今年もよろしくお願いします。シャフト圧入。うん、よかった。動いてる。この溝がなんか変わってない気がするんだけど、怖い。え、あ、でもなんかこんな隙間なかったっけ。やっぱりこいつ怪しいですけどね。怪しいなぁ。後にする。後にします。あっち見る。何を。あっちのガレージ見る。あ、それでもいいですよ。こんばんは、ロックさんのガレージ、うん、がかな。そういえば今日ゲーセンの駐車場に70スープラ止まっててびっくりしました。おお、レアやな。レアやな。今年もよろしくお願いします。ぜひとも。そう、同じ画面に映ってんのが変な感じ。とんでもない、恐れ多い。ロックさんのトレーラーめちゃくちゃかっこいいですね。将来欲しいです。お、頑張って買おう。ブライアン・ジェームスね。皆さんこんばんは、コラボいいですね。ありがとう、ユーザーちゃん。あーちゃん見えんって言ってごめん。こうしようか。これが見なあかんの。ベアリング抜きですよって言った。なんだ。なんか抜けん。今日抜けん。もうちょっと勉強してから抜くわ。わかった。じゃああとは抜けないので私がお持ち帰りをしますか。あきちゃん。あきちゃんが来た。ロックな人もフォローしました。やった。適当ちゃんがフォローしてくれた。やった。適当さんありがとうございます。適当ありがとう。ロックさんもフォローしてください。やった。最近ロックさんのイエローなら俺だろの動画にハマってるんですよって言ってるよ。プーラーあんねん。プーラー、そう、麻生さんプーラーあんねんけどさ、なんかここがわからん。あのシルビア詳しい友達来てんねんけど。あ、見えるよ見えるよ、全然見えるよ。あ、ちょっとごめん、ちょっとごめん。いいよ、こんな感じをしています、はい、今ね。あ、いいよ。今ちょっとあ、ポコポコちゃんか。ポコポコちゃんいらっしゃい。ロックさんのお家に来てます。レイちゃん、ロックさんの家に突撃しました。そう、タダランさん、ロックさんのイエローなら俺だよ、また見といてね。プラあるな。そう、今日もヘブンのり、こらヘブンのり。アキちゃんが炙ってみって言っとるよ。何で、ここアキちゃん、ここ抜けんの、これこんままで。これ何、これ、アキちゃんこれ何。すげえスポーツカー女子に似つかわない。ほんとよ。マニアックな配信。超ハイレベル。マジでこいつ勉強してるやん。めっちゃ難しいの勉強してるってなる。そう。これが謎やんな。でも逃げてるよな。ロックさんのシルビアってイチゴでしたっけ。そうです。イチゴ見に行く。カズノコさんがノイさんとロックさんのコラボ好きって言ってくれてありがとう。やった。何をいじってるんですか。わからん。いやいや、FD のミッション。これをこの水色を取りたいらしいんですよね。そう、雷さん FD は乗りたいけど運転したいけど運転が上手い人じゃないと乗れないですか。なんでやって、乗れますよ。あの普通に MT の免許があったら乗れます。あきちゃんバーナーで炙るんだか。そうな、あきちゃんマジで。これなんも抜け止めもうないんかな。わかった。それペンってならへん。大丈夫でしょ。
え、怖い。ペイン。これ顔映さず私がやってる風にしよう。森熊さん、ロックさんのガレージに来ましたらめっちゃ。ペインって何？硬いよって言ってるよ、あきちゃんが。あ、そうな、めっちゃ硬いの。のりさんのマグロ抜けてる感じがせんねんけど、あきちゃん。あきちゃん、お肉も動いてる。ロックさんだ。そうなん、どんがらちゃん。そう、ヒートガンかドライヤーかな、だって。そうな、そうかな、全く。こんばんは、ギフトいります、だって。水色の中ベアリングのボールが入ってるよって言ってる。油塗ってつるっといくと思う。ほんまに？もう油あるもん、ドゥルドゥルやもんな。トモアキちゃんいらっしゃい。ここは噛んでる気がすんねんな。ということで、アキちゃん、これ抜け止めじゃないの？これ、これこのプレート、だってプレス圧入やもんって言ってるよ。そうなんや。じゃあそうなんや。ベルハンマーかラスペネ塗りながら行った方がいいって言ってるよ。全然言ってることわからない。そうなんや。そうなんや。そうなんや。抜けるんや。これ抜け止めのプレートじゃないんや。じゃあここ映して、ここ、ここめっちゃ映る、ここ。分からん、うん。え、のあきちゃん、これ抜け止めじゃないの、このプレート2枚。温めるのねって言ってる、タカさんが。あ、そうなんや。はよ。マジか。はよはよ。なんか温めるね、北海道みたいな。こういう時何で温めるの？北海道じゃなくて。ヒートガンとかやんな。ヒートガンな。どういうこと？ライターってこと？ライターじゃないな。ドライヤー。ああ、え、同じこと言ってる人がおるで。なんで？リング入って温める、それ外さないと外れませんよ。北海道、何で温めるの？ドライヤーの。へえ、すごい。これがヒートガンって言うんですか？めっちゃ熱いよ、燃える。え、こんなんドライヤーで温めていい、いいの？ドライヤーどころじゃないで。そうなんや。あ、赤くなる感じ？そう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 。ああ、なるほど、ヘアアイロンみたいな感じか。え、マジこれやっといたらいいの？わからん。ヒアリング大丈夫なの？え、これこれでいいの？みずきちゃん、家庭ならドライヤー、ドライヤーじゃないけど、せえへんあれやからさ、まあいいよ別に。え、これ温めてたら、ってなんの？温めてたらニョロニョロになってくるんじゃない？何かが。ニョロニョロが出てくる。ニョロニョロ。ニョロニョロ。え、これベアリングを温めろってことか、じゃあ、膨張させるのは。うん、今レースでしょ。ちょっと待って、これ今レースを逃げるな。逃げるな。そう、ベアリング焼けつく。みやさん、こんばんは。あきちゃん、これでいいの？焼けつくって言われた。今度温めるって言われたら温めたら。あきちゃん、これでいいの？このドライヤーみたいなやつでいいの？どんがらちゃん、こんばんは。え、ロックさんの工具何でも出てきますね、うん、なんか次々と。すごいと思う。なんか 2,3 個パクって書いてもバレんから。こっち緩めてさ、なんか匂う。なんかトーチがええけどコーンに。こっち緩めたらこっち同じように、この抜け止めあるかどうかじゃん、このちっちゃいベル。また違うんかな。違うんだよ。マジっすか。トーチがええ。トーチって何ですか？え、マジでトーチでやんの？もうシール焼けちゃうよ。コーンに。コーンって何？トーチやろ。トーチ。コーン。コーン、うん、コーン、コーンにトーチ、コーンにトーチ、コーン、コーン、コーンって何？コーンって何？と、え、ポップコーン作る感じだ。どういう、いや、これ抜け止めな気がするよな、僕はね、絶対、うん、あ、どうしたらいいの、ほんなら、うん、なんこの、これもちょっとまた考えよう。そうだね、うん、これは、じゃあ私がスポン持って帰ります。で、2だけ抜いて。抜いて。ベアリングの再利用は不可だからって言って。あ、やっぱり、やっぱりか。じゃあ、そもそもな。壊していいってことだ。ベアリングはな。うん、じゃあ、この抜け止めみたいな、なんとか破壊したらいいよな。入れてもって勝ち込んでるんだってやんな、うん。そもそも抜け止めなんですかね。ぽくない？有識者の皆様。有識者の皆様。え、そもそもこれはもうベアリング一体？誰かわかる？なんかハゴロムフーズって言ってるタカさん、うん、え、タカさん、このもうなんか頼りにしたい人がごじゃばっかり言うからな。全然この輪っかはベアリング一体なん、この割れてる抜け止めみたいなやつは。いや、バラしてベアリング再利用するやつおらんやろって言ってる。毒を吐くな俺に。怖いわ。
怖いわ。私はしますけどって言っとこうか。え、どうシール外れる。ロッカさん整備中。そうれな。私が。え、これ取れんの？取れんのこれ？え、ちょっと待って、どういうこと？え、ちょ今めっちゃテンション変わってる。怖いやんな。あ、どうしよう、怖い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 。これテンションかかってるから取れようがないんじゃないですか。今はな。うん、いや取りたいやん、うん。っていう話じゃない。うん、これ起きてもめっちゃ硬いやんな。起きる気せんもんな。うん、謎。謎。これ後でじっくりしよう。スナップリングは外したんしょって言って、ね、外した外した外したよ、うん、これ外したよ。ほんとや。じゃあもう抜けるんや。じゃあもう抜けるの？ぬくめたら。ぬくめたら、なん、ぬくめて壊すってこと？ぬくめて壊すって言うんだ。スナップ外したって言っとるよ。外した外したって言っとるよ。なんなんこのやりとり。私いるんかな。私いるかな。そんなことないと思いますけどね。そう、セブンクレーだって。こちらでよければ、スナップリングがストッパーだからさ。だって、あ、そうなんや。じゃあもうストッパーがないってことかな。そうなんや。ベアリングは最良。え、こんなんお手手でポリンって抜けないんかな。火はやばいんだいぶ。あー、どうだろう、わかりません。バーンだったら嫌やな。え、ちょっと待って、煙ってこと？いや、煙こうやろ。あ、そういうことか。これは何？トーチ？焼けるで、焼けるで、やったそれ外焼けたらもう、テンション焼けたらベアリングが分解しそうですね。あー、そうやな、やばいやな。まあでもそうだったらいいんやで。まるでノリさんが仕切ってるかのような配信ですね。え、マジでこんなんすんの？手では無理だよって言っとるよ。こんなんすんの？分からん、誰も何も言わん。やばい、やばい、最後やわ。私の配信有識者、もうほんまやばい。有識者おらん、私の配信。タカさん手では無理だって。これでいいの？タカさんこれ炙うと。うん、あきちゃんもタカさんも酒飲んどるから多分。臭いね。臭いね。臭っ臭っ。これは妹様のあれか。できるだけベアリング温めるんだよってタカさんが言っとる。え、もう溶けちゃうのこれ。え、溶けちゃうの？ニョロニョロにするってこと？インナーレースを分解せんのこれ。ニョロニョロにすんの？アソちゃんは大丈夫ですって言っとるよ。これで猫、カレー猫ちゃんは溶けるよって言っとるよ。不安しかない、不安しかない。え、これ溶かして何するの？抜きたいの、このベアリングを。こう、うん、逆さまにしてトントンってしたら、なんかバーベキューみたいになってきたけど大丈夫？もうちょっと今レア。ベアリングはガスで炙って膨張させな、抜けないって言ってる。軸も膨張しそうじゃん、ね、まあね、でもなんとかな。ちょっと2だけは刺繍でお願いします。気にせんでええよ、ガンガンいけってタカさんが言ってる。え、ほんまにか？ちょ、タカさんとアキちゃん酔っ払ってないか？あれにアブってとこ書いてなかったな。カバー溶けてるだけだって、アソちゃんが。そうなんや、アソちゃんすごいね。アソちゃんもすごいね。アソちゃんとかさ、名前がアソちゃんで動画上げてないからわからないよね。わからんかったよね。アソ、うん、ちゃん何者なん？整備士さん。アソちゃん整備士さん。整備士さん、このモンスターセブン欲しいわって言っとるよ。モンスターセブンはあげません。これロックさんの枠ちゃうか。この絵面は。ゆうちゃんこんばんは。そう、抜く器具に圧かけながら炙る。あ、かけてるかけてるかけてるよな。こんにちは、ドリフト学生ちゃんいらっしゃい。この枠いる？もう良くない？臭っ。臭い。あ、匂いに分匂いに敏感な人。そう、少し緩めてって言って。ほんまか？何を緩める？だから締めてって言ってる。ごめん、漢字読むの間違った。漢字間違った。締めるだった。そう、どこにこのテンション。マーチャソさんいらっしゃい、うん、そう、じゃあケスでなあ、じゃあ三国霊って言っとる。そう、くさ、ちょっと待って、ほんまか？え、結構テンション開けるでってタカさんが言ってる。マジかこれ。え、これどういう感じ？あ、怖い。これオペ？オペ。え、どういうこと？長いな、ね、これって本当はどうやって撮るの？
本当はこうやって撮るらしいんだけど、見てたら力足りない気がする。ほら見てみ、私みたいなこと言われてるよ。それじゃ無理。すごい、みんなすごい。タカさん、はよ待ってるよっていうとこか。臭っ、ほんまに臭い。そう、お外でも匂いをかかされるのにね。ほんとやって、どっち今日も抜け止め整備士に任せやってってる。車来たもんねんけど。川拓来ました。川拓ちゃん明けおめ。ロックさんとのりちゃんと誰がいるんですか。だって秘密のアッコちゃんがおります。そう、俺行こうかって言っとるよ。タカさんが来い来い。な、何時間後や。大丈夫、ペンならへん。ちょっと待って、私大丈夫、すいません、大丈夫。え、どうすんの、回すってこと。やばい、怖い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 。お目目つぶっといたら、とりあえず。それが一番危ないやん。いや、お目目に入ったら。ギャラは高級焼肉、ほんまやな。そんだけやって抜けないならストッパーリング聞いてますか。なあなあ、そやんな、誰が言ってんの。え、知らない人が言ってる。こんばんは。なんかストッパーリング聞いてる気がする。そう、ハンマーでプーラー頭ちょいと叩いてって言ってるよ、アソちゃんが。これでなんかさ、セブンギガリガリって 削ってたら面白いな。怖っ、小網沢。いや、なんかストッパー効いてんな、絶対これな。効いてるわ。なんか水色が黒くなりましたね。焦げましたね。焦げましたね。抜け止めですよ、だってほんまか。あ、やっぱり抜け止め？わからん。抜け止めっぽいよな、このリングが。セブン君は元気ですか？ほんとやな。こんな感じ。どうぞ。どうぞ。くさ！くさ！ちょっとこれまたに後でちょっとしよう。さっきゲームで住所特定するぞって言われた。怖いわ。そんなんできんでしょ。ゲームでできんやろ。っていうか俺こんだけナンバー映したの誰も年賀状くれへんし。確かに。寂しい。違うなって言っとる。エコちゃんこんばんは。今日はロックさんとスナップおるやんって言っとるよ。スナップ？スナップ？スナップって誰？タカさんが。スナップ？それは少し押し込んでリング取らな取れないでしょう。あ、そうなんや。逆に押し込むの？あ、うるさくない。いや全然いいですよ。多分これ取らなあかんねん。多分このですよ、ね、割れてるやつな。ね、うん。この割れてるやつが邪魔で抜けんのよね、これが。それ出て取るんですか？わからん。わかった。私教えてあげましょうか。うん、マイナスドライバーでこじる。なるほどな。うんやるやん。マイナスドライバーでこじる。もうな、あの、それそれ。何でも取れなくなった時はみんなが言う。マイナスドライバーでこじる。でもこじり方がわからないんだ。ほんまに？わからん。え、こじり方がでかくない？やっぱでかいと思う？うん。俺もでかいと思う。でかいと思う。俺もでかいと思う。なんか。デアリングを手にちょっと。ロックさん、俺の家にも年賀状届いてないです。ヤバミザは。誰？どっち？ナンバーさらした、ちゃんとナンバーさらした。その割れてるやつストッパーリングですって言っとる。あ、そうなんや。そのなんかユーザーさんが。わかった、これユーザーさんどうやって取るんですか。ストッパーリングやったんや。そう、手で叩く、足で蹴る、わかった。それ私のタイヤや。テラちゃん外し方がわからない。本当やな。ペアリング叩いて押し込む。ペアリングを叩いて押し込む。押し込むの一回。抜こうとしたからこじるだけじゃ取れないよ。ほんまや。そうなんや。それで叩く。なあ、どんどん工具が次々出てくる。奥へ叩き込んで。ここやろ？あの、マイナス。ちょっと待って、どういうこと？は？ここ？どう？ここ？こう？こう？こうしようが、トンカンロックさん映すとこが鼻で。こう、こう、こう。どういうこと？縦でも横でも。私やりましょうか？めっちゃ上から。え、これがまだ入るわけ？マジで？ベアリングを壊していいやもんな。あ、すごい、なんか浮いてきたかもね。あ、でもなんかちょっとだけ動いてる。あ、私やりましょうか。え、とどめだけやってもらって。私多分お手でこっちんって打って終わると思う。わ、もうベアリングガチガチになったで。え、どういうこと？まだ？え、分からん。こっちも割れてんねんな。
こっちも割れてんで。全体的に。スナップリングバサミの板タイプで外す。赤いスペシャルコークじゃないってテロちゃんが言ってる。本当やな。入れときは謎やんな。こんな次の便買ってきて分かんのかな。新しいなんか、あ、なんか、え、どうすんの。結構強引に行くのねってタカさんが言ってる。絶対酔っ払っとるな。ナオミちゃんいらっしゃい。え、結構強引に行けよっていうこと。うん、私がやるか強引にあらら割れ目をこじる。割れ目をこじる。おー、なんかでも、もうでもマジで強引ですけど、ほんまに。シャフト傷つけようにしようかな。そうやな、まあ、もう一個あるから。え、どういう感じ。ロコさんって言ってる。あ、本当やな。私がおらんからわけわからんよね。誰の配信ってなるな。そうやな、本当やな。あ、本当やな。もういつものロコさんのなんかライブ配信見てる感覚やった今。誰のとこ。ありがとう。そう、こうロコさんのとこに来てます。そう、それシーリング。インプットシャフト傷ついていいならリングとシャフトの隙間にマイナス打ち込む。ちょっとシーリング。ちょっといいな。あ、え、もういいのそれは。これはいいの。ベアリングはいいの。なんか煮たり焼いたり大変ですね。正月からそこむずいでって言っとる。そう、むずいんや。むずいな、ここ。のりちゃん出てきたね。あ、破壊することに。壊れた。破壊、ベアリング破壊できた。これ見て、壊れたわ。壊れた。あ、動いた。歌歌おうか。何の歌歌うの。大綿の歌。大綿、大綿、大綿だった。人生積みましただった。大綿、大綿、大綿だった。これバズるかな。ベアリングは壊れた。皆さん LINE 送ってみてくださいね。ありがとう、高見ちゃん。再利用せんから思い切りいけって高見さん言ってる。すごい。え、どういう感じ。すごい。ちょっとこれマジですごい。なんか、宝石箱やーって感じだな。もうベアリングゴリゴリになったで。くさ。くさ。これ抜けるの。くさ。もう変えてみる、うん、え、どういうこと。なんかあれが欲しい。何何。いや。手袋。いや、違う。くさ。くさ。昨日とどっちが臭かった、これ今と。あー、でもこっちの方が終わりは分かるけど、昨日は終わりが分からなかった。こっちは告知が分かりますけど、あちらは急に始まりますから。やばいやばいやばい。これどういう感じ。もう抜けるよって言っとる。それで抜けますって言っとる。勉強になります。勉強になります。ほんで壊したベアリングすぐ捨てやだって。はい、なんで。なんで再利用するから。使うからか俺が。まだ行けんじゃんって言ってバレてる。ところで何してるんですか。わからん。え、私でよかったら手伝いましょうか。あれ、これ使えるよなって。組むとき使うやろ。バレてる。下がったら下がずれてきた。いいよ。そう、取れそうやな。森熊さん、入っていくんや。ボールベアリング、 JTEC 飛ぶ品のメーカーなら安心。そうなんや、すごいな。私の視聴でこんなたくさん180人とか見てる。もう絵面が良すぎて。ロックさんはぜひフォローしてくださいね。今のりちゃん映ってんじゃないの。全然映ってないよ。もういつものロックさんの配信です、これ。皆さん、こちら、モンスターロックさんをぜひね、フォローしてくださいね。そう。のりさん、お手伝いですか？なおちゃん、うん、私な、スマホ持ってるだけだわ。手伝ってあげようかって、めっちゃ上から言ってるけどね、誰もうんって言わない感じ。すげえや、さすが、スポーツカー女子チャンネル。違う、タカさんとアキちゃんじゃん、いつ曲。そう。でもすごいみんなのおかげで分かった。上がってきたかな？上がってきてんな。なんかあれみたいやな。あのさ、ナバナの里のさ、椎茸みたいな展望台みたいな感じですね。ペルピカ、ここかわいい、ありがとう。ニノダーナちゃん、今年もよろしくお願いします。ロックさん、少し前にフォローさせていただきました。ありがとう。
これはミッションですか？そうみたい。ちょっと見る？私がめっちゃ上から見せてあげる。こんだけ抜けた。え、どういうこと？本当や。なんかこういう回転するレストランありますよね。例えがいちいち。そう。車から離れて怪我するぞだって。ロックさんの配信と思ってた。私もそう思います。そう。ワイティ錆びてたんや、川上ちゃん。お高そう。ロックさんやで、ナオミちゃん。ちょっと寄り道したん。そう。めっちゃちょっと私と予想外のなんかものすごいハイレベルな配信になってて、私。なんかただのおばちゃんやん。実況おばちゃん。ロックさんのガレージ配信、南條さん。バンジョーさん来た。ダイナちゃんフォローありがとう。そう。こんな感じで、なってます。すごいなぁ。ロックさんのガレージを、じゃあガレージツアーを勝手にします。個人情報を垂れ流しでこんな感じでみんながいつも見てるあのあまりにも工具がたくさんあるので私に考えられない工具の量でございまして、そう、こことかみんな見てみたかったやろ。私は見てみたかった。すごい、こんなん、こんなん宝石箱やーやな。揃ってますね。だってほらな、こんなですよ。ほら、なんかこういうやつもいっぱい種類が入ってますわ。で、なんかこういうとこもちゃんとしてますよね。こういう感じでね。高級長男、車庫長男、ロックさん、車庫長、何がどれ、わからん。工具箱配信して、わかった。工具箱配信、わかったね。ごちゃごちゃや、今恥ずかしい。いや、めっちゃだってごちゃごちゃと綺麗になってますよ。そう、まあ私よりはダメだけど私の工具少なすぎて、いつもそう、エアコンついとる。本当やって、ほらね。そう、やっぱりこの状態では車検通らないですか。無理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 。モンスターセブンの鉢巻きがカーボンなの、かっこよ。あー、確かに。いけた、ヤバミザワ。あ、蹴ってもた。行きます。ほんとや、生まれたやったー。こっちめっちゃ綺麗、炙ってないからでもゴリゴリ早く捨ててくださいワンチャン使えんじゃん、ワンチャン。ダメです、すぐ捨ててください。ワンチャン使えダメです。何が何やらやな、ナオミちゃん。ほんとやな、抜けた。そう、整備士時代の工具箱、嫁さんの実家に埃かぶってる。もったいない。森熊さん。もったいない。ツールチェスト買おうか考え中です。だって。テンション上がるよね、ツールチェストあったら。何ツールチェストって。ああいう。お台所ってこと？うん、お台所、工具のお台所。ああ、なるほどな。いいと思います。よっしゃ、サブミザワ。この間はたくさんありがとうございました。コメントおかげで解決しました。クラッキーちゃんありがとうございます。めっちゃ嬉しかったです。動画も見てくださってて、私より車のこと知ってくださっててありがとうございました。ケンブロックさん事故で亡くなりました。私それ知らないわ。ケンブロック知らんかったね。うん、スノーモービルで亡くなった。家に二重リフトとタイヤチェンジャーホチーって言ってる。ほんとやな。ちょっと起きた。FD 乗ってきたの。だってFD はまだ僕も見せてもらってない。お役に立てて光栄です。とんでもない、めっちゃ嬉しかったです。クラキさんありがとうございました。マジで本当にめちゃ納得しました。なんか見る、こういう感じです。なんかこの絵面がちょうどロックさんの後頭部を映すっていう。やめろ、うん、よいしょ、こっちがいいか、こっちがいいな、こうか、これぐらいか。それも壊すんですか。ほら、ナットがここを潰して周り止めになってるから。なるほど、割ってんのかこれぐらいでいけるか。これでもインパクトかな。逆ネジとかじゃないですかね。見える、みんなわかるん。でもこれペジャー回らんか。オニトルク、いや、封筒するんじゃないですか。そう、何万円やと思う。何が
これが持ってなかったら終わりやな今日は。 FD のバディ好きですだって。26よりでかかったですか。でかかった。のりちゃん配信だぞ、やったー。いや本当に寒いですロックさんいつもこんな中で配信してるんやと思います。いや外閉めてるもん。閉めても外じゃないですかここ。いやなんで中やん、ストーブあるしエアコンあんねんで。まあ確かに T シャツやで俺いつも。いや寒いわ徹夜ですか。いやもう、はい、もう時期にわからんって言っとる。それ何だっけ、何て言うのこの棒、スピンナーハンドル。さっき私みんなにこっそり紹介したけどわからんかった、名前忘れてこれこれこれや、ほらあれのやつよってあれのやつよ。そうそうそう、やばい。なんか下が回るか、うん、なんで俺が渡すの。自分でせえってことなすごい。でもこれインパクトいるよな。そっち成分当たりますよ、スピンナーなんとかが。ほら、はい、ほら一人じゃ無理やって。ほら絶対保持できひんすよ。できひんな、うん、これインパクトやな。インパクトをまたニュースするわ。ここまで来れた、レーニングが取れた今日は。なんかアソちゃん逆ネジはないって言ってるよ。 ありがとうございます。ほんまか、信じる。翔ちゃんいらっしゃい。これインパクトでパパンやんな。え、これ多分弱くてな、いかんと思うで。よっしゃ、ほな、ほな、いけ。弱くていかんと思うで、俺、これ。いった。逆ネジはない。硬い。なんかもう。さっき硬い。硬い。すごいな、始まってまた。すごいな。すごいな。すごいな、スポーツカー。女子も本格的になってきた。ギアを直してます。ついてこれるかこのミッション。電動の強いインパクト、そろそろ欲しいね、ロックだって。あ、そう、アストロのやつ買おうかなと思ってんけど、アストロの弱いんだな。じゃあもうあの赤いスナップオンのやつを。軽くスナップオン言うな。軽くスナップオン言うな。ともあきちゃん寒いわ、もみおもててが。ロックさん、あ、ほんとや。え、これめっちゃいいじゃないですか。ドライヤーでやったら髪の毛溶けるよな。え、ヒートガンってこんなんなんや。え、めっちゃいいじゃないですか。成分あったなんか乾かす時とか。乾かす時。中が真っ赤っかほら。あ、ほんまや。でもなんか昔のドライヤーもこんなでしょ。私髪の毛巻き込まれて。めっちゃいい。なんか何でも転がってる。アストロの激弱ですってタカさんが言ってる。あ、やっぱ弱いか。でもステッカー伸ばすぐらいやったら、とりあえず2足だけ買ってもらっていこうかな。ほんとやって、なんてテラちゃんが2足だけもらっていこうかなって。さっさとバラしてもらわんとな。2足までいってない。あ、それフライホイール、それ使えるやんな。それ左え、何が、あ、これくれるんですか。違う、あ、俺がつけんねん。あ、そうね。ね、振りかと思った。何の振りかと思った。マキタ工具ですねって言っとる。あ、ちゃん、これ両尾やね、いけてないね。マッキーがいいな。明日早いんで落ちます。エコちゃんありがとう。アキちゃんがうちの空剣の4500最強よって言っとる。高いやつでしょ。そう、よっしゃ、帰りにもらっていきって。本当やで。もうなんか工具が、なんかちょ、工具いくつかポロッともらっていくわ。これもらえるんですか。セブンは売りません。違う。あ、寒い。そんな寒い。寒い、もう生きていけません。寒ないですか。え、俺今暑い。まあ動いてるからね。あ、そうだ。寒がりなんです、多分。とんでもない、とんでもないな。オートサロン行きますか。あ、いやいや、オートサロン行ってみたかったですけど、オートサロン行かないですね。リアバンパーはないですよ今はね。そう、あ、いいですよ全然。私もそろそろ整備しようかなっていう感じで。これだけ抜くな。すごいですね、理解全くできてません。一緒やで、私もよ。こういうレストランあるよねみたいな感じやね。どんなレストラン。あ、こういうやつ。そう回転レストラン。アマゾンに600の力強いインパクトありますよ。いくらだね。いくらですか。そう、600ニュートン。あんた何でもいるのよな。ワセリン持ってますか。あん、ハンドクリーム後で塗りますね。そんな話してんじゃないだろ、多分。違う、私じゃない。爪噛みますね。なんか面白いな。これが SSD ですか。いや、これはプーラーやから。
まだ SST まではいかんな。そう、ちっちゃい方じゃないと入らんか。ちっちゃい方ひっくり返してみて、一回外さんとあかんのですけど、うんうん、爪がとりあえず噛むか。噛むわ。お疲れです。じゃあ組んでる間にルームツアーしようか。切り替えて、よっしゃ、ほなちょっとこちらのガレージはちょい大きで、あちらへどうぞ。あちらへどうぞ。寒いわ、風邪ひかないでくださいね。開ける瞬間ちょっと待って、あ、はい行くぞ。やばい、どっから落ちた。すごい、深夜にすごい。冷めならあったかお家でも飲んでください。翔ちゃんありがとう。見てー、かっこいい車の宝石箱に来ました。宝石箱や、これが本物やな。初めて本物に来ましたよ。こういう感じ、やばい、もうなんかちょっとこんなん、ほら見て、やばい、これが本物か。ありがとうございます。私じゃあこっちで今日帰りますわ。シルフィアまた今度で。あ、ほんとや、ほんとや祭り気づいてるな。本当やな。あ、でもなんかちょっとロックな感じでいいんちゃいますか。じゃあいいか。うん。サブ。だー、すごいかっこいい。こんなんやってみたいけどね。生で見たんや。うん。これも。これ今度貸してあげるよ。いやもう怖い。怖いわ。怖いわ。これでどうしよう。モンスターシルビア。どっちもらっていくの。とりあえずこっちもらっていくわ。よっしゃ、これで私のマイドリフトカーになりますので、なりますので、カリパクのノリですので。今日もカリパクノリ。エンジン見た。エンジンは見れるんじゃない。エンジンは見れるよ。うわ、遊ぶ。すごっ、なんかドリシャのセブン、セブンじゃない、シルビアの一緒に乗ってたもんな。うん。足短いですけど、私の。すごい。うわぁ、青だった。赤が良かったな。二台ともかっこいいですね、ロックさん。もうぜひともロックさんフォローしてくださいね。カリパク。これカリパクいかついな。乗って帰るわ。ね、もう今日はこれで帰ります。ここは次モンスターじゃなくて、ここ、なの、ノリになった。名前書いといたらいいって言ってた、車は。書いてあるし。そう、いかつっ、いかつ、キノコもおるし。おるね。でもなんか私 お掃除したい。ちょっと汚れてるね今。はい、5馬力や、5馬力アップです。ロックさんの車にのりちゃんのステッカーでのりちゃん車にしちゃおう。ほんとやな。なおみちゃん全然乗って帰るわ、これだったら。え、全然乗って帰る。ガソリン、ガソリンあるか。ガソリンあったらな、まあ、パクるで。やばい、なんかシルビア久しぶりかもね。座ってみる。なんかシルビアのシートって感じ。座ってみる。よいしょ。あ、いけるかな。え、ちょっとめっちゃ寝てるけど。あ、それ調整できるから。わ、久しぶりすぎて。似合うかな、似合うかな。今年はこれで。じゃあ一塗り。めっちゃいい、めっちゃいい絵。いけるな、いけるかもね。でも足が全然届かんですよ。はいはい、ほら見て、足が全然届かない。椅子はスライドするよ。え、でもだってこの位置でこれでしょ。重った、クラッチ重った、クラッチむっちゃ重った。こんなん、あ、でもこんなだったかもしれん。あ、シルイチさんも、シチさんが、そういえばこっちの足だけ細くなったんですよ。太くなるんじゃない、なんか絞れて。そう、似合いすぎ。あ、ほんと、あ、パクって帰るのに。鍵がないわ。うまいことできてるで。すごい、これは楽しいかもね。見て、やっぱりニトロ乗せてるで。ロックさんの車にいつもニトロ乗ってるで。オルガンにする。いや、マジですごいわ。でも。パクられるからこれ外しとくわ。ひどい、ひどいわ。つらい。ああ、こんなだわ。本当にね。
へえ、でもなんか全然前が見えない。こんななんや。シルビアな。うね、シルビア前分からんですね。あ、ボンネットが多分ここ尺がこれのここは高いから。そう、これの違いがだいぶ。え、これたあのカスタムで高いってことですか。そう、ボンネット書いてあるから。そうでしょ、うん、そこがだいぶなんか前の尺が全然分からんですよね。セブンの方がなんか運転しやすいやんな、前は。そう、私慣れるまでほらリトラ上げて運転すれば。そうそうそう、ニトロってって言って、ロックさんの車もかっこいいけど、ロックさんもかっこいいって言ってるよ。やった、やった。いや、じゃあもう本当にありがとうございます。こちらを本日はいただいて帰りますので、あの本当に今日はこちらの取引のためにありがとうございました。でもあの今日はこちらもやばい、こちらどうぞ、こちらどうぞ、いただきます。よっしゃ、今日試乗会なんかな、これ。ハンドル外されたって言って失礼します。あ、ごめんなさい、よこせ。あ、これだわ。あ、こっちの方がしっくりきました。ありがとうございます。こっちでしたわ。あ、ありがとうございます。やっぱこっちの方がいいな、私多分な。あの座り心地もぴったりだし。ちょっと窓開けて、スイッチ、赤いスイッチ押して。赤いスイッチ、これ。じゃあ下の、そうだ、それ、これ、うん、押すの。あ、じゃあブレーキ踏んで、足届かん。じゃあ赤いスイッチ押して、うん、うわー、やばい。はい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 、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、のじさんステッカー貼ってから、ありがとうございました。あのこれで納車やばいやばい、これがこれがこれが産後産後産後。もうおいくらで、あ、プライスレスでやばい。わあ、なんか GTR って書いてる。やばい。すごい見てる。でも見てる。すごいね。なんか私セブン乗りじゃないじゃん全然。今日は今日は、うん。アイドリング高いな、最初だからだわ。かけたてはこうやで。うやーいい音。こちらの。めっちゃいい。このシートの感じもめっちゃいい。いいね、何？自動や。そら。シート自動や。納車おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。産後はあげません。産後は、はい、アクセル全開。いや、すごいわ。え、こんなやで。お宝しかないじゃん。セブンはどうしたんですか？本当やな。ぶつけて返してあげよう。いやいや。いや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 。これは当てられんわ。なかなかいいやろ。むっちゃ高級感、スポーツカーではないですよ、もうこれは。産後はロックさん小学のお年玉ということで、 ありがとうございますよかった、いい子にしといてサンタさん今回私やな。そう、のちゃんのおしゃおめでとう、ありがとういただきました。 LX7 はどうしたんですか、みんな心配しとるみんな心配、のおしゃとか言うから。いやいや、私これあのロックさん配信やわ、音聞きたい。じゃあな、こんなやで、こんな宿だって、だって穴が4つあるからな。ロックさんの家は博物館ですか、ほんとやな。車博物館、ロックさんの車がかっこいいって言ってる。ぬーちゃんのお家に仲間入り、ほんとやな、ありがとう。でセブン綺麗になんか全塗装して返してもらおうそうなんや。でもこれ運転するってなかなかですよ。あ、そう、いやセブンと交換か、イチゴもいいけどなセブン乗りやめんなそう、速い車といえば GTR ですからね、本当にすごい車です。そうだと思いますわ。今ちゃんと車バックに自分も映っとったらどんどん入ってくるけいちゃん見て、こんなスーパーカーと一緒に今日は配信してます。あの納車でとか言っとこ産後はシザードアじゃないですわ。そう、こんなだで、やばい。え、ほんでこのガレージをももらって帰りますわ、さらっとね。のちゃん来たよ、ありがとう。なんなら間取って FC いらんFC はいらん。そう、間取って FC。 どれくらい大きさ違うのかな。大きさセブンとだいぶ違う。
なんかシルビアはなんか、あ、シルビアこんなだったわって感じ。この横広の横広び。関西で青の GTR は狭間寛平さんとロックさんの2人だけですか。おー、おー、有名人ヤバミザワ。ほんとやな、サブ。でもちょっとこれに映しといたろ。でもこれほんとロックさん配信だわ。ほんとロックさん配信だで。なんか枠間違ってるよな。ここ知ってる？フォロワーちゃん。ロックさんのお家にいます。ガレージ欲しい。ほんとやな。うん、私も行くよ。なちゃん停止した。いや、ほんとそう。寒い。おっと、閉める？閉めます？開けとこうか。いやいや、もういいです、いいです。怖みぞは。車の税金大変。いや、もう税金だけならまだいいけど、残りですわ。寒い。ここ漏れますね。ここめっちゃよく映る。そう。Speak English? アリロビー行っとこう。あったかい。ほんまや、ここあったかいわ。あったかいろ？うん。あったかいですね、ここ。いや、マジだわ。向こうめっちゃ寒かったです、マジで。めっちゃ文句言うやん。そう。ロックさん最高です。ほんとそう思います。めっちゃ親切ですよ。突撃ドキュンしましたか、私。という感じで、こんな感じでなんか作業が進んでいました。いつの間にか。こっからもどんどん行くんですか？二足まで？二足まではなかなか。ちょっと書いてみましょう。おー！これが何足？知らないです。五足？ロックさん優しい。ロックさん優しいですよ。多分これが五足。そう、お年玉だから人はロックさん持ち。本当やな。五足きや。五足？五足は用事ないな。ないなあ。高速高速ぐらい高速ぐらい。 I love your car. Thank you so much. こっからまだこれとかあるやんな。これベアリング突撃隣の晩ご飯。本当やな。ロックさんフェンダー割れてないって言ってる。フェンダー割れてる。本当や。コストコのペーパーって言ってる。そう、コストコのペーパー。ちなみに年末にアルファード20買って乗った時間2時間。あ、そうなんかね、猫ちゃん。よっしゃ、そろそろ終わるか。終わるか。うん、これまだ調べようか。なんかこれかもしれんな。 OK、ま、今日はこれが取れた。今日はお弁当箱が減りました。お弁当箱が減りました。どれのギアか分からなくなりそう。いや、でもなるようにしかならんじゃない、こういうのは。説明書見ながら組むから大丈夫。うん、なんか3日ぐらいアキちゃん集中したいって言っとったからだいぶやで。おお、だいぶやな。アキちゃん3日集中か。うん、でも私がそれを一晩でやってって言ったら鬼すぎる。よっしゃ、ほなこれで新年のご挨拶をしまして今日は終わりますので、どこで。よいしょ。それでは皆さんありがとうございました。今年も2023年もどうぞセブンナリをよろしくお願いします。お願いします。ありがとう。また配信します。終わります。ありがとう。終わったじゃんけんしてない。何出す？OK。 せーの、終わりのじゃんけん。じゃんけんチョキー。ありがとう。日付変わるよ。やばい。ありがとう。またね。ロックさんをぜひフォローしてください。ありがとう。終わるボタンが押せない。冷たくて。終わるー。